密のスケッチでもしに行ったのか。あ、あなたたち。あ、スクロースじゃないか。ここで何してるんだ？研究が一段落したから、今日は約5時間26分ほど暇な時間があるの。だからあなたたちにお願いしていたことについて聞きに来たんだけど。細かいな。お前は人間時計なのか。いやいやいや、褒められるようなことじゃないよ。褒めてない。旅人さん、聞いてもいいかな。前にお願いしたアルベド先生の隠し事についてだけど、調査は順調？オイラの感覚が間違っていなければ、それはもう1週間以上も前のことだぞ。そんな、1週間以上？だって私、実験に夢中になりすぎて完全に忘れてた。時間に厳しいのかルーズなのか。つまりもう答えが分かったってことだよね。よかった、教えてくれるかな。教えても大丈夫じゃないか。見せるだけで触らせなければ。待って、何を言っているの？これは、これはすごい剣なんだ。でも絶対に触っちゃダメだぞ。おお、これは、はあ、こんなの今までに見たことない。ふふん、存分に見てくれ。なんだかオイラ妙に気分がいいぞ。すごい、こんな神秘的な武器は初めて見た。剣の中に力が流れているのをかすかに感じる。まるで生きているみたい。そんなことまでわかるのか。錬金術を学んでいるおかげかも。絶対の自信はないけど、確かに何か流れている感覚がする。あまり正確な言葉ではないから普段の私は使わないけど。信じて、私普段はこんな曖昧な言葉は使わないの。あ、はいはい、わかったから。旅人さん、この剣で戦える？もっと詳しく知りたいけど私には使えないから、あなたにお願いしたいの。それなら人目のつかないような場所を探そう。剣を振る気迫も全て完璧だった。この剣は特別。詳しく研究するつもりはないのについつい目を奪われてしまう。それは剣じゃなくてお前の性分だと思うぞ。危険で魅力的で神秘的な片手剣。うん、間違いない。こんな重要なものをあなたに託すなんて、アルベド先生からすごく信頼されているみたい。ふふん、これもオイラたちの実力のおかげなんだぞ。私もそう思う。でもあなたたちに渡す前の剣は
まだ力を大して吸収していなかったんだよね。どうしてアルベド先生はこれが特別だって気づけたんだろう。ひらめきに理由は必要ないんだぞ。アイラが人参とお肉のハニーソテーが食べたいのと同じだ。あ、そういえば今日はまだ何も食べてない。実験を終えてすぐここに来たし、雪に埋もれた冒険者を見かけて助けるのにかなり労力を使ったから。違うよ。恥ずかしがるな。素直になれ。じゃあオイラが言うぞ。お腹すいた。ご飯が食べたいぞ。お腹すいた。ご飯。やっぱり恥ずかしい。そんなことないぞ。お腹が減ってる時に食べるのが一番うまいんだ。え、そうなの？そうだぞ。元気出して食べ物を探しに行こう。この雪だらけの場所で人参とお肉のハニーソテーを食べられたら最高だろうな。バルドさん、帰ってなかったの？モンドのうっかり冒険者じゃないか。サイリスと一緒に雪山に探検しに来たのか？そ雪から掘り出してあげた後ずっとここに道に。バルドさん、雪山の旅を甘く見すぎ。でもこの様子じゃ支えてあげないと歩けん。だとしても。確かに。他の人の心配をしてる場合か？あ、またファギーだ。我々がここに来た理由は分かっているな。剣を渡さない限り誰も返さない。ダメ、剣を渡さないで。その意気だ。さっさとやっつけよう。バルドさん、安全な場所に行こう。さあ。誰もに。その剣は偉大な執行官淑女様に献上するのだ。騒がしいと思ったらやはり君たちか。何を争っていたんだい？アルベド先生、わざとじゃないんです。スクロース、君は資料を整理していたのでは？なぜここにいるのかな？しかも氷に覆われた場所でこんな危険な相手と戦うなんて。オイラまで申し訳なくなってきたぞ。私はただ、ごめんなさい、ごめんなさい、
私はたまたまここに。ふん、何か君の興味を引くものでもあったのかな。全部教えたのか。剣の力と由来についてしか教えてないし、触らせてないぞ。そこはちゃんと気をつけたからな。いいさ、どうせ隠し通せなかっただろうしね。スクロースの知識と秘密に対する探求心は非常に錬金術の研究に向いているよ。もう迷惑かけません。私が新しく開発した種が4倍大きいスイートフラワーにかけて誓います。迷惑だなんてことはない。ただ心配だっただけだ。次からは気をつけるんだよ。それでそこにうずくまっている冒険者はどうしたのかな。先ほどの戦闘中、私がパラドさんを守っていたので多分怪我はしてないと思うんですけど。さっきの戦闘中じっとして。わあ、そんなことになってるなんて思いも。アルベド先生。ああ、スクロースは頭が固いけど心の優しい子供。確かにスクロースは目を離すとすぐ変なところに行ってしまうんだよ。そうだね、心配するな、怒っていないよ。お、なんか剣が光ってないか。おや、また変化が。剣の力がさらに強くなっているようだね。何が。この辺りのファデイはただものじゃないようなやつが何人もいるんだ。前にはなかった新しい力か。だから剣が大幅に成長したんだね。寒い。もう少し頑張って。あれは。火だ。火に当たらせてくれ。待て。危ない。復活した。